さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあさあ、先週はですね、私の入院退院ということでちょっとお騒がせしてしまったんですけども、すっかりですね、もうなんていうのかな、血の巡りがもうめちゃめちゃ良くなったんで、元気もりもりなガズでございますけれども、毎月恒例のお知らせをさせていただきたいと思います。さあ、今使っていたこのガズモデルとか、このね、ガズのわがままウクレレ、ウスレレとか、このガズレレ G ラボのウクレレラインナップ、今月の再販売のお知らせをさせていただきたいと思います。毎月後半の方に、ちょっと期間限定で、発売ということにさせていただいています。ちょっと、いつものご案内になるんですけれども、まず日程です。いつ発売になるかというと、4月の23日。お昼ちょうどの12時、土曜日ですね。つまり今日金曜日なんで明日になります。の12時にガズレレ公式ホームページ、ここのページにて、販売が再開されます。この販売ページにはですね、どのウクレレが何本、あと在庫があるかみたいなリストにもなってるんで分かりやすいと思いますんで、23日のお昼になったらここに行ってもらってですね、皆さんちょっとウクレレチェックしてください。それではですね、いつもの流れになるんだけど、ざっと説明したいと思います。まず、即発送になる、注文いただいてね、明日のお昼以降、注文いただいたら即発送になるのが、まずリーズナブルで弾きやすいガズの初めてウクレレ、はい、それとあとですね、G ラボチームベトナムで作られているオールタンバーオールハンドメイドのめちゃ高品質なウクレレは、ガズのわがままウクレレ、こっちはですね、フレットの長さとかこれボディのサイズとかコンサートサイズとかソプランサイズとか選べるようになってます。それいろいろ選べるようにこうリストでねご確認ください。これはね即発送です。そしてですね、このガズモデルとかこのヴィンテージシリーズモデルとかセミオーダー、こういったものは予約注文を受けたままあるということなんですけど、こちらもですね、納期だいぶ早くなっております。今回もまたね、ベトナムからもうすごいいいウクレレたちがもうたくさん届いておりますんで、自信を持ってお勧めできるウクレレかなというふうに思います。で、このウクレレね、ガズのわがままウクレレシリーズとかいろいろね選べるようになってるんですよ。ピックアップがついてるついてないだとかフレットの数だとか、その辺のことについてこのご案内動画が終わった後に、過去にそれを めちゃ分かりやすく説明している動画をこの後そのまま貼り付けておきますんで、この時間までちょっと早送りしてどんなウクレレがあるのかなちょっと見ていただければいろいろ分かっていただけるかなというふうに思いますので、ちょっとご覧になってください。そういうわけでもう一回整理しますけれども、2022年4月23日お昼ちょうどから、ガズのウクレレたち、ガズレレと G ラブのウクレレたちの、販売再開と予約が、スタートしますということでございます。もしお時間あったらですね、そのガズレレ公式ホームページでガズレレと G ラブどんなウクレレあるのかな、ここだけでもねぜひ見に行っていただければなと思います。ここにリンク貼っておきますけど、このページになりますね。はい、そういうわけで本日は、お知らせ動画になりました。楽しく音楽をやる日常の中でね、自分でねこれ聞くだけじゃなくて自分でプレイするんですよ。これはねもうキラキラ楽しいポップな楽しい時間どんどん増やしていきましょう。それではね、ウクレレに関するご案内この後引っ付けときますんで、ぜひゆっくりご覧になってください。どうぞと全体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ、これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日、2日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとねこれから言うね、このガズのわがままウクレレシリーズとかウスレレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り、ちょっとねこれいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズとあとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴はまずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとは、ね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル、コンサートだったら16フレットだったっけ、15フレット、ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいか分かんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、ウスレレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの厚さが薄いから、案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくてもめちゃくちゃでっかい音をする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレとウスレレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサートテナーから選べて、フレット
ットのサイズがピックアップありだし、これ薄レレも、わがまま送れも両方選べます。はい。それ、さっきのところで選び方を見てください。あと、それとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがありまして、これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうど、テナーとコンサートとソプラノがあるんで、この3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい。そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで撮ってるんで、もうお馴染みだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そしてこのね、ガズモデルも選べるんだ。これボディの厚さとか。盛りだくさん。これ見て、すごいですよ。この木目といいですね。はい。ガズレレと G ラボのチームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです、これ。ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これ。ヴィンテージシリーズということで第1本目。このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサート、ソプラノの2つの種類で、フレットの数も、これはね、結構、見て、12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ?凝ってます、すごく。はい。で、ここのポジションマークも赤いドットだったり、はい。こだわりがすごいんですよ。この、まず一番見てもらいたいのは、このトップの、木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に、最高の木材を使用しております。はい。で、この横のバインディングもこれ木材になってますね。で、これ見てください。このサウンドホールに丸く巻いてある、これロゼッタというものなんですけど、今回、ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード。あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね。まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい。この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、ほんとですね、見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、はい。こういう細かいね、仕様なんですけど、今回新たに、この G ラボットガズレレのヴィンテージシリーズの、詳しく、それを書いているホームページを、作っております。そう、ここに、そのページ、詳しい、スペックはここでちょっと確認していただきたいんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。この音ですよ。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ。皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマークの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。